すいません、うさちゃん、猫さん、キャプテンスノーボールって知ってたりする？知ってっけど。また始まった。ああ、よかった。私デイジーっていうの。どうしても彼と会って話したい。哀れでか弱い動物が囚われてるの。それはつまり。そうよ、その子をキャプテンスノーボールに極秘で救い出してほしいの。用事思い出した。じゃあな。で、君名前は？人の話聞いてる？デイジーよ。あ、そう。じゃあ俺、やらなきゃいけないことを考えなきゃいけないんで。あばよ。なんだか怪しい。あら、お嬢ちゃん、まだ序の口よ。新しい家族、リアムの誕生が全てを変えた。リアムは絶対に僕が守る。見てほしい、大事な子に怖いけど素晴らしい世界を。ペット2。